では続きやっていきましょうか。前回何度やっても勝てなかったこの洞窟のボス、早速倒しましょう。多分もうレベル1つ上げたの、あ、もう、あ、ダメージ受けない、あ、そこまでレベル上がっちゃった。でもそれにしては前回すごく敵が強かったな。今レベル1つ上げただけなんだよね、前回と比べて。あー、ちょっと今コントローラーが動かなかった。うん、だが操作結構微妙だから、だってここでキーキー音が鳴っちゃってるんだよね。となるとその間本来であればダメージ食らうっていうことだからね。あ、ちょっと上げすぎたのは何だったけど、いやでも昔勝てたか、あれでどうだったかな。昔はちゃんと戦った記憶はあるんだよね。あ、記憶はあまりないけども、さすがにね昔すぎて覚えてないけど、だがこんな楽な戦い方ではなかったような気がする。何がダメだったんだろうな。ダビーの書手に入れたとなってます。この左上は、うん、あー、なるほどね、イース2に続くみたいな感じのね話なんでしょう。見なかったことにして戻りましょう。ようやく終わらせることができる。さて町に戻ってきて、これどうなんだろうな、サラは殺された扱いになってるのか、それとも雲隠れしたのを死んだ扱いになったっていうように町の人が噂しただけなのか、そこら辺が分かってないんでね。で今3つのイースの書を手に入れたけれども、あー、どうかな、ゼワの方行けばいいのか、それともレアの方行けばいいのか。まずレア確認しときましょうか。あ、レアもいない。いよいよ物語が進みそうな気がします。一旦ゼバのところ行きましょう。ではゼバと会話、いるね。ロダの木のこと結局わからなかったな、このロダの木。ダビーの書、あいつら突然現れて町を襲った。クレリアが全ての災いの源らしい。あー、でもなんか物語、あっと書いてあるね、残りの本はおそらくダームの塔にあるはずじゃ。わしの息子のゴーバンに行って、ああ、あれ息子だったのか、ゴーバンは。ピーナと最後の別れ、特段変わったことを言うこともなく。ではいよいよダームの塔行きましょう。そっかそっか、あれゴーバンって盗賊の扱いなのかな、それとも全く別なのか。確か盗賊のアジトになってるはずなので、あそこの場所は。で経験値稼ぎは自分ここでやってたんだよね、まあ、大体ここ3体ぐらいいて、ちょっと上に登ると下の方の敵が湧いて、下行くと上の方の敵が湧くので、で右側にももう1体いるので、そばまで寄ってれば倒すみたいな感じでね、これで、まあ、戦って経験値稼ぎをやっていた。1ポイントしかもう手に入らないけれども、他でやるよりかは安全かつ気軽にね敵のサイドを沸かせることができるので、そこら辺も考えながらやるとあそこが良いのかなという感じです。さてまだダームの塔は見えてないのかな。会話しましょうか。ドギのやつの話になってる。お袋のデバから聞いたぜ、ダームの塔へ本を探しに行くんだってな。あそこは悪魔の塔と呼ばれている。とてつもなく恐ろしいところだぜ。怪物が出てこられないよう扉は一方通行にしてある。中へ入ったら最後こっちへは戻れないぜ。入り口はこの家の裏にある。さあ行けよ。おっと、ちょっと待ってとなってるね。ウイングは使えない。あー、持ってかれた、直前に買ったんだけどな。そしてなるほどね、戻ってこれないのか。じゃあセーブだけはやっときましょう。いよいよこの音楽を聴き続ける羽目になる。さすがにルートとか覚えてないからな。あー、どうなんだろうな、宝箱とかの問題も出てくるからこれは厳しいぞ。結
構広いぞ。ちゃんと場所の把握をやっとかないと。そして結構今敵が強かった。左側も行ってなかったんでね、そこもどう考えればいいか。何回表記とかあったっけかな。まあでもそれを覚えつつも場所の把握はできないと思うけど。で確かだけど HP が125とかになると、まあ、ほぼほぼクリアできるレベル帯なのかなって気がするけど。あーちょっと待ってるよ。どれぐらい稼いでるかちょっと見えてないけど、62だから8ポイント稼いでるか経験値。ここも確か終盤でのレベル上げのポイントとなったような気がするな。行くに行けないね。でここら辺なんかここら辺のゾウが襲ってくるっていう記憶があるんだけど、まあ多分ここの場所ではないんだろうけど硬くて。いやちょっと放っとこうか。まあ一つレベル上げた方がいいような気もするけどね。あとは銀の剣とレアとあってぐらいかな、記憶にあるのは。他に何かすることあったかな。でも直接真正面でぶつかってもそうそうダメージ食らわないって言おうと思ったけど、50ぐらい持ってかれてるね。アイテムが全くないってことはないと思うので。ああ湧いちゃってる。ああ勘弁して勘弁して。なんでもう1体増えた。あでも宝箱はなんか開けられた状態になってる。あー本当に本当にまさかのゲームオーバー。じゃあ一旦あこれ入ったところからちょっとこれ左側行ってみましょうか。ここはこれ下に降りるね。ここら辺開かない、これも開かない。何もなかったっけかな、ここは。あのドギーはどこだっけかな、この辺りいたような気がするけど。どうするか。一つはじゃあレベルさっきのところで上げときます。いやでもそれよりももう一個の方行ってみたい気がする。今は真ん中側行ったのでこの右側ルート、いやこっち側でよかったっけか。多分こっちが行ってない方向だと思う。確かここも裏も通れるんだよね。うん、ここは宝箱がある。必ず今ダメージ食らうかのような。今ヒールリングにやってるから倒すのに時間がかかってる。かっしゃあない、一回当たるのは。でまた敵は湧いてしまってる。わっ怖い。さっきの敵よりか弱いはずだけど。回復やっていきましょう。これ敵が出てくる可能性ないと思うけど念のためセーブやっといて。ああまたヒールポーションか。他のアイテムが出るかどうかでね。ミラーももうすでに持ってるんでね、敵の動きを止める効果がある。だがイービルリングは何だろうな、いかにも見た目トゲが刺さってそうで。 HP 減るとか。減るよねそりゃね見た目からしてね。でそこまで一気に減るんであればなんかすごい強い威力があるとかそういうわけでもなさそうなんでね。なぜ今のが当たる。ここで経験稼ぎもいいけど、やはりするならばさっきのちょっと紫っぽい色の敵で。そうなると今のところは来る予定というか来る必要性がなかったかもしれない。ではさっきの場所経験値稼ぎやっときます。さて一つレベルが上がったんだけれどもなかなか楽にはならない。でここで使うと通れるところがあったので今使って中入ったところ。あーいるね、これ誰だっけかな、見たことない顔だな。お前に構ってる暇はない。
偶像をなくして大変。誰だっけかな、このじいさん。特に名前がない人なのか、それとも何らかで名前が出てくる人なのか。で、結構経験稼ぎやっても辛いんでね、すごくこの1体倒すのにも時間かかってるんで、もうちょっと、もう一つぐらいはレベル上げたいと思うんで、ちょっとそこら辺やってから進んでいこうかと思います。さて、これ倒せば今レベルが上がった、多分多少なりとも楽になってるとは思う。特に受けるダメージが減ってることを願いたい。与えるダメージはまだまだというような、ね、感じだけど、あとはシルバーソードでね、どこで手に入るのかがまだ分かってないけど、あーでも受けるダメージまだ結構あるな。今まで3回倒されたら、まあ、ダメージ食らったら倒されるような状況だったんだけど、今だと4回目で倒れるぐらいの、いや微妙だな、40ぐらい食らってたか今。まあいずれにしてももうそろそろ行きましょう。ここでやっててもキリがない。もうちょっと外で経験値ちゃんと稼ぐべきだったかなって気はする。これなんか倒されそうなんだけど、大丈夫か。一応セーブやってからじゃあ進みましょう。では行きましょうか。またダメージ食らってしまっている。とりあえずこの場所は覚えておかないと、戻ってこれないとね、ゾウを見つけても引き返してこれないので、ちゃんと覚えておきましょう。でどこかでドギーと出会うはずなんだけど、あれこれアドルって一旦捕まるんだっけかな。でドギーがなんか助けに来るっていうイメージがあるけど、あれまた別か。この先は、あーっと宝箱ない。この方向合ってんのかな、そもそもね。だが上に向かってるようには見える。結構次のレベルまで300まで上がって、なおかつ倒す敵が辛かったので、さっき来る前に神殿の前でここで稼げばいいというような話をしていた場所でがっつりと稼いでから来た方がね、良かったような気はする。神経すり減らしながら戦うよりかはね。真ん中先行きましょう。うん、通れない場所がこれ、左側は、左側は通れる。この敵が強いかどうかでね、まあそこまで強くないな、 HP も高くないし。でやっぱりあのアーマー系がちょっと強すぎるのかな。でこれも4ポイント経験もらえるので、ここで戦った方が良かったかもしれない。だがあそこのルートの方が一直線で、なおかつ敵の脇がねしやすいので、その点は良かったと思うんだけど。なんでこれ宝箱守ってる、何もない。何かあるのかと思いきや、でもここも湧きやすいような感じがするんで、ポイントをうまくつかめばね、どこで湧くかとかね、経験値稼ぎは楽にできると思う。ここは何もないな。じゃあちょっとだけまたレベル一つ分ここで経験稼いでおきます。さて間もなくレベルが上がりきりそう、まあ、レベルが上がりきるというか経験値は十分稼げて、一つまたレベルが上がる。パワーリングつけるとこの敵2発で倒せるので、ものすごく楽、ここで稼ぐの。では行きましょうか。当然 HP 減るとね、ヒールリングと付け替えが必要になるけど、今でもう2ポイントか、あまり稼げないね。じゃあ戻って念のためヒールリングに変えておいて、次までの経験値が400になってるので、それでも今の場所の稼ぎはいいと思う。敵の脇がかなりすぐそばでね湧いてくれるので。だがノーダメージというわけにはいかないので、ヒールリングの付け替えが面倒。あれこの壊れた石柱って何かなかったっけかな。あ、これ飛ばされてしまう。ルタジェンマだね、これが。気がつくとそこは牢屋の中だった。
荷物がいくつかなくなっている持ち物か。武器防具、ああなるほど、義務シリーズがなくなってるんだ。ああよかった、これ買っといて、買わずともねいいかなとか思ってたけど、会話しましょう。私はルタジェンマというものです。気がつくと塔の中に倒れていたんです。石像の並ぶ廊下で老人を見かけたのですが、その人は私の目の前で壁の中に消えてしまったのです。そのすぐ後でした、私が捕まったのは。さて、いやそれはいいんだけど、ドギーが助けに来るんじゃない？来たね、腕でかいね。俺がドギーって言うんだ。3作目はちゃんと大きな顔出てきたけど、1作目2作目は多分顔出てこないのかな。アップではこの塔にラーバという老人がいる。会って塔について聞くとよい。これをラーバに届けてほしい。なるほど、像ももらえたしで、じゃあ行きましょうか、お目当ての場所。偶像を手に入れた。私は剣士ではありません。魔物に見つからないように隙を見て逃げます。これでも、武器は取られたまま、隠されているから見落とすなよ。行きましょうか、ここだね。他は特段何もない。ではあそこの場所まで移動しておきます。この場所やってきたので、ちょっと待ってくれ、倒されそういきなり。あそこ行くのも大変なんでね、一苦労といったところ。 HP 回復終わってから、まあこれ倒しきらないでこっち側に置いといた方が良かったかもしれない。ああそう言ってたら目の前から現れた。ああとあー今行くとヘマしそうだから倒しましょう。いやそれやってるとでもいつまで経っても終わらないんでね、これこのタイミング急いで中入って、ではラーバと会話。このネックレスを身につけておくがいい。さっきのワープされた場所、そこの対応ができるということ。ブルーネックレス忘れそうだね、つけるのちゃんと。ああそっか、でもマスコブアイズをやらないと出れないんでね。ここから即座に付け替える。なんか防御力アップとかの効果があればよかったんだけど、そんなのないか、さすがに。さて、全然経験値増えてないからレベル上げ大変そうだな。行きましょうか、どこで稼げばよいかが。さっきの場所戻ってもう一回やるって手もあるけど、ここではない。さて次の場所、確か2つあるんでね。で2つの方のさっきどっち行ったんだっけかな、真ん中か左側か。真ん中行ってダメだったのかな。じゃあ左側何あるんだって話だよね。左側が化石のポイントじゃなかった、こっち側が化石のポイントか。じゃあもう一個レベル上がるまで、ああでも2ポイントか、微妙だな。もう一つレベル上がるまでここでちょっと頑張ろうかと思います。ここまで戻ってくるのがね、あとあと。ああでも、ああ嘘、ちょっと待ってくれ、セーブしなかった。喋りながらやってたらどこまで戻される。ちょっと待って、これどこだろうな。レベルも一つ下がった状態なんでね、まあいいや、とりあえずストーリー進めましょう。経験値稼ぎする前に、バカやったな今のは。セーブ忘れちゃダメだよね。
当然ネックレスがないのは分かってるんだけれども、経験値稼ぎ結構時間使ったから、もう一回やらなきゃいけないのは大変。ここの宝箱は最初から開いているんでね。いやー戦いたくないバカか俺は。いやもうちょっと進めときます、さっきのところまで。で経験値も2つぐらいは稼ぎたい。ではこの場所、ブルーネックレスを装備やった状態で、なんでさっき急に負けたか考えてみたら、シールドとアーマーが一つランクの下がったものしか装備できなかったのが多分影響していたんだと思います。なんか受けるダメージ大きいなとかね思ってたけど、あもうこれ問題ないか、なんかイベント起こるかなとか思ってボケーと待ってたけど、さていつになったら装備が戻ってくるのか。あとはソード系だよね。シルバーソードは本当にこの中で手に入るのか、それともダームの塔の外で手に入って持ってこなければいけなかったのかがね分かってないんで、もし取り逃しで来てしまったんであれば、あんなとこにできるんだけど勝てるか、どうするかな。からあっとドギいるね。ジェバ飛ばってばあさんから聞いた話、ロッドとかいうものがこの塔のどこかにあって、それなしには塔の鏡には入れない。装備品なんか届けてくれなかったっけかな。どこで取り返せるのかがわからない。この方向、一つ左側か、宝箱あるね。勝てるかどうかだよね、このステータスで。セーブだけやっときましょう。まあダメージ食らったけれども勝てない敵ではない。そこまで強くなかったねと思ったけどちょっと待ってそっかそっか、サイド湧くのか、もう分かれてるいや行くに行けんぞこれ。ここで通り抜けしたかったけど、なんか一網打尽にできた。いや宝箱だけ先欲しい。多分ここロッドか、それとも取られた装備、シルバーソード。ここ来たね、よかったよかった。取り逃しだけが怖かったんだよね。さてこれでもう経験値稼ぎがすごく楽になると思う。危ない危ない、やはり武器がないとね敵を手早く倒せないから、そう考えると強い武器を持った状態まではあまり経験稼ぎをねすべきではないのかなとかね考えていたりする。でこの方向は、何もない。ここはどっちから来たんだっけかな、これ戻る方向かそれとも先進む方向か、分かんないね。多分戻ってきたような気がします。となるとドギの横側か、横側に上に登る階段があったのでそこ進みましょう。確かレアが返してくれるんだっけかな装備品、そんなことなかったかな、記憶が曖昧。この左側、レアもね結構遠くまで行かないといないから、もしかしたらレアでロッドもらえるという可能性もあるし、で右側はさらに別の階に進む方向だと思う。先に右側から行きましょう。まあどの道全部行かないと多分ダメなんだろうから、どちら側からね行ってもあまり関係ないといえば関係ないけど、やはり昔やってた時はちゃんとルート、どういうルートで行くのがいいのか分かっていたと思うので、その時であれば先にどっち行けばいいかね判断できたんだろうと思う。今敵に囲まれていたね。
さあこれなんだ。ここはさらに先になる。まずあの宝箱。一発目食らった。これは仕方がない。嫌な方向から来るね。これ敵化けるんじゃなかったっけかな、宝箱取ろうとすると。違かったか。シルバーシールドなんでこんなご丁寧にしまわれてるのか。まあシルバー装備が、あーセーブやってないぞ。シルバー装備がちょっと強い武器のんびり喋ってたバカやったな。さて動くぞ動くぞ。ここはああそうか、この状態。ここ抜けるためには防御リングで一気に抜ける。抜けられてない。カクカクアイテム使うっててもあるけど、え、ここで回復。そんなバカな、そんなバカな。なんとか逃げられと、逃げられてない。いやー、まあ積んではない。アイテム使えばいくらでもなんとかなるんだけど、左側今度はなんで、ね、塞がれちゃうんでね。まだ装備やってないんでね。そういえば防具、シルバー装備。あーなんとかなんとかなんとかなった。うわー疲れた。立って取り返して。あー嘘ー、それはない。あーでも経験稼ぎに使えるのかな、ここ。ちょっと今どれぐらい手に入ったか見えてなかったけど、まあでも全部装備整うまでは無理に経験稼ぎする必要ないでしょ。あーよかったよかった。さらに先進みましょう。あーびっくりした。なんかゲームが止まったのかと思った。急に音が鳴らなくなったから。今切り替えで音が止んだけど、そんなのあったっけかな。これは強くないね。柔らかい。今のが今64経験値、10もらえる。これは経験値稼ぎにいいんじゃない。うん、良さそうだね。で鎧がある。匂いがする。ああと思ったけど全然違う方向に進んでしまった。ああなんかだんだんと上の方行ってるね。もうちょっと今のところ確認やっていきましょう。もしくは一つレベル上げてもいいかな、ここで。さっきみたいにビクビクと戦うようなことになるんだれば、あ、こっちが結局何もないのか。どうするかな。さっきの今のところを行くか、もう一個階段があったように思うので、その方向行くか。うん、まず手前側から行きましょう。これもなんかあったような気がするな。この柱で。なんかトンカチで撃つとかなかったっけか。気のせいか。うん、ルタジェンマいるね。これレアが囚われてることを伝えてくれるんじゃなかったっけかな。ルタジェンマです。さっきラーバという老人から女の子は一人連れてこられたと聞きました。助けてやってください。あ、それだけか。なんかこれあったような気するけどな。ハンマーで壊して何か先に進むか何かの、あ、もしかしたら別の作品の可能性もあるけどね。3作目4作目もしくは2作目。いやほんと3も4もやりたいな。3はこういうエリアだとバレスタイン城の音楽がすごくいいんだよね。でその CD ロムロムの PC エンジン版のパレスタイン城の音楽魅力的だし、まあ、様々アレンジとかも他でされてるので、まあ、自分それを5つぐらい持っててずっとループで聴いてたことあったけどね。それぐらい3は魅力的。あーダメダメダメ、これ何 HP 減ってんだけど。ここに来るまでに何かやれってことか。
ブルーネックレスがダメということは、あ、イービルリングここだっけか。いや、そんなことない、そんなことない、全然関係なかった。え、じゃあイービルリングって結局なんだろうな。単になんか早くゲームオーバーになりたいから使うとか、そんな使い方しか思い浮かばないんだけど。ちょっとここで一つだけレベル上げておきます。では今一つレベルが上がったので、また行きましょうか。あれ、こっち側がさっきルタジェンマがいた場所となると、もっと戻らないとダメか。場所がややこしくなってきた。あとは鎧もまた取り返さないといけないので、それがどこにあるか。うん、ここで一旦音が途切れるんだよね。多分大きく場所が変わるという意味合いもあるんだろうけど、この方向ではなくてもう一個通れる場所があったはず。ここどこなんだろうな、ここの経験稼ぎ。ちょっとやってみたい気もするけど、確認のためにどれぐらい一体倒せば稼げるか見てみましょうか。今15、2ポイントしか稼げない。上のエリアだと確か今のレベル上がった段階でも5ポイント手に入るので、さっきまで10だったけど、それでもその後5ポイントまだ入るような状況なので、ならばここよりかはね、さらに上行った方が経験値が稼ぎやすい。いやー、でも場所さらに戻るべきなのか。これはもう一箇所あったっけかな、別ルート。あそこから登ってきたんだよね。で、即座のところに入ったので、もう一個こっち側に行けるルートがあったはず。あー、ボス戦っぽいなこれは。セーブやっときましょう。行きましょう。これはどういう敵、どういう敵。普通に鎌投げるだけか。え、なんか大ダメージ食らってるんだけど。あずす。いや、ちょっと待って待って、与えるダメージと受けるダメージのバランス悪いでしょこれ。どういうことどういうこと。あ、でもなんか勝て、微妙に勝てそうになるんだよねこれ。ダメか。でもパワーリングで来れば勝てそうな気するな。パワーリングか、もしくは逆にシールドリング。ヒールリングが多分ダメだったんでしょうね。うん、これ突っ込んだ方が早いか。変に避けようとせずに、ここでしょ勝負。あともう一回バカだ、流行りすぎた。まあでも勝てるね、問題なく。それだけは分かった。なんかあるんだろうけど、戦いやすい方法が。うわうわうわ、この2本の時は気をつけないと。2本のあれにだけは当たらないようにしないとね。1本も食らっても構わないんで。かっかっか、危ない、勝った。あれだな、 HP なんか140多分2かな。以前125ぐらいあればなんかクリアできるようなこと言ったけど、多分142ぐらいじゃないと勝てないような気がする。ハンマー、そうそう、これでなんか壊すんでね。んで、こっち側は多分これ鎧でしょ。あ、違う、メサの書。まあそっかそっか、これのマークがある場所だからね。で、まだ鎧は戻ってこない。とりあえずさっきの怪しい廊下があったところ、あそこまで戻りましょう。では今回はこれで終えたいと思います。次回ここから先、今現在で11回、確か16回ぐらいにレアが閉じ込められてる記憶があったけど、そのあたりも含めて次回やってきますので、ぜひまた次回もご覧ください。ではでは。